アメリカ合衆国スポーツアカデミーは、アメリカ合衆国アラバマ州南部のダフニにある、スポーツ専門の私立大学。1972年、トーマス・ P ・ロサンディッチ博士によって設立された。ロサンディッチは、海兵隊の陸上競技部門、メルボルン五輪の陸上競技の監督経験から、アスリートに対する質の高いコーチングとトレーニングが欠けていることに対処するため、教育、研究、 サービスを通じて、コーチングの改善、リソースを提供することを目的に本大学を設立した。学位プログラムは、学士、修士、博士課程のほか、社会人向けの教育プログラムがある。スポーツの指導、理論、研究、健康管理、コンディション管理、スポーツ医学、スポーツ心理学、スポーツ経営学、オリンピズムなどを学ぶ。また、競技や、 人道的な活動などで活躍したスポーツ選手、指導者、コーチ、芸術家等を称えるための活動も行っている。本大学が独自に選ぶアスリート・オブ・ザ・イヤー2018において羽生譲を選考した。キャンパス内には1984年会館のアメリカンスポーツ美術館兼資料館がある。ありがとうございます。